最前ね、こちらのブラックドラゴンメイジという30分間生き残る魔法使いを使ったね、ローグライクアクションゲームで、最後の最後でね、しょうもない強化を引いて一撃で死ぬっていうボンミスをしたのでリベンジします。アイテム持ってるだけ持っていきますね。ハート増やすとかで、ちょっと杖も炎から影の杖に変えてみて心機一転いきましょう。で、特徴は魔法使いが生き延びていくんですけど、ブラックドラゴンに変身ができて、それによってね、まあ空を飛んで敵の攻撃をかわしたり、ミミックをかわしたりね、まあ、攻撃したりできるので、ドラゴン化っていうところが一つ、ね、鍵としてあるんですけど、なんか右下のやつが溜まるとドラゴンかな。さあどう、これ強いかな。炎の方が強かった気がするんですけど、火炎を召喚。ほら多分ね、前回と同じようなものを取ってるかな。影だけど影じゃなかったですね。おお、あんなもんか。まあ敵も踏んだら爆発すると思うんで、こっちから取りに行くことはないかな。まあプラスがいいっすよね。貫通でもダメージかな。間違いなく倒してもらって、序盤はね大丈夫でしょう。ライフも多分増えてますし、でギミック的にも影響与えてくれるんですけど、こっちも食らうのであんまね食らわないように。これか、なんか設定ないかな。ちょっと補助というか自動的に発動してほしいんだけど、ないですかね。この攻撃は最悪いいんですけど、スキルに関してね勝手にやってほしいな。あ、貫通、あ、攻撃速度、クリティカル確率、エネルギー取得流れ、あー、これ数ですね。追加の弾の数、これ超重要ですね。で、あ、これ左ですか。これでドラゴンゲージ溜まったのでいきますか。ブラックドラゴンです。ブラックドラゴンからの攻撃ね。左の青いのが溜まる、まあ、右下のもそうですけど、溜まれば乗れるので、まあ、溜めておいといてもいいかもしれないね。囲ってくるやつと、なんかめっちゃ迫ってくる敵がいて、その時に、まあ、危ないんでね、囲まれたりするから。それ対策でドラゴンを温存しておいてもいいかなと。あ、いいね、いいね。あ、この技いいわ。この剣もいらないかもしんない。返品できないかな。これどこが、これ影の。この攻撃だけ影ですけど。他なんなら、ね。何にもないですけど。あんのかな？爆弾なんだ、これ。おお、出た。出ました。で、これ攻撃すると、早めに溶けるっぽいから、ちょっと攻撃したいね。3秒に1回か。めっちゃ使えるな、これ。取れましたね。
キャパシティ、これ弾の数です。いきましょう。弾の数、このリロードまでに打てる数だね。埋もれてっちゃうから取らないとね。経験値結構無駄にしてる気がする。うわ、危ない。乗れるなら乗りますか。取れないのもなんかもったいないよね。HP プラス1。ナイス。前回1だったんで。プラス1どころが1だったんでね。すごいことをしてしまったので。いや、これいけるでしょう。1ももうなんかほんと、もうどうしようもないやられ方してた気がするから。万全に万全を期していきます。もう乗れますね。いった。なんか今さ、コンボみたいに食らってなかった。関係ない方のやつの爆発ですぐに爆発して食らってたよね。ちょっともう攻撃の強化しないときつくなってきたかな。そもそも出してなかった。危ねえ。あ、食らうの。あ、待って待って、やばいやばいやばい、一瞬で。よし、回復。まあこっからですよ。よし、回復。ゴブリンが硬いんだよね。敵を爆弾に変えるってやつなんかいらなかったですね。アイテムですけど。ドラゴン乗ってても食らうんだね。あ、これが嫌なやつです。で、倒せるからちょっと倒してみる。倒せないんですよね。めっちゃついてってるもん。めちゃくちゃあれで無理なら無理だよね。よっぽど上げないと。いや、このスキル忘れちゃうな。ただですね、この攻撃とね、移動とその辺だけで手一杯なんですけど。射程いきますか。で、こうマイナス熱が良くないね。よし、爆発も勝手にやってもらいましょう。どう？おー、ナイス。いいね。近づかないようにしよう。回復一時期いっぱい出たけど、あれかな、残量で変わるんですかね。全く出なくなった。ゴブリンには数で対応します。さあ、そろそろもう1囲み来そうなんで、
ドラゴン貯めときたいんですけど、これかな。これ最後の一歩です。あれなんか敵をとどめてた気がするね。あれでこれもう来れないでしょみたいな。ほぼ炎ですけどこれは水かなんかですか、無属性的な。メイン武器はあれだね、もうこの攻撃部分しか変わらないんだね。基本はなんか炎っぽいね、こうやって考えると。影系のスキル1個もないのか、まだね出てないのか、今回もこれ確定なんで、あと強化していくだけですけど。さあ来た。これでまあいてもいいか、抜けることもできますけど抜けます。よいしょ。危ない危ない。危ないね、早く取りましょう。こんなもんね、ちょっと届かないか。あ、いたいたいた、近づきすぎた。あ、ない、減るとポーション出るな。優しさですかね。痛い痛い痛い。まあ、時間待ちかな。さあ2なら回復が出やすい説があるんだけど。あ、出ましたね。取らないでいたらの次出るんじゃない。あ、まだありますね。あえて取らない。今 4分あります、これで。貫通と、このリロードの速度、これ重要ですね。出ないかな、意図的に減らして。まあ、なさそうか。あ、ありましたね。ナイスナイス。減るなら2まで行った方がいいのかな。埋めたいとこだったと思う。そういう感じがありそう。さあ経験値が落ちていく。結構長い時間持っていますけどね。次は取らないといけないみたいで。こんなやついたっけまだ半分はいってないですが。あ、なんかあれでとどめてた気するわ。やばいやばい。あいつどうやって勝ってたんだ武器が弱いか、もしかして。あっ、まあこれかな。やばいやばいやばい。ショップに戻れいや1000溜まったんで、なんかないかな。あれ絶対いらないね。ロックされてんのは無理で、ここはもう持ってるやつでしょ。これ持ってないかな。持ってるか。あ、持ってないっす。持ってないっすね。持ってる。マスタリー影の触手ボイド異常あったかな。あんなマスタリー固定っぽかったですけどね。これは？こっちか。
で、メニュー戻ればこっちか。行きますか。ちょっと。炎なのかな？プリズム。秘術。これダメージ、高いけど、遅いのか。反射。で、爆弾いらないかな。雷みたいな感じですね。防御。防御いってみましょう。これじゃないですか。結構短いね。左かな。これの数増えるの強くない？当たんない限りこれずっと出るのかな。あれですかね。入ってみて。吸い寄せられてたね。HP プラス1でしょう。さすがに。これまたダメージ欲しいね。さっきよりも低いから今は。この辺、いやー、じゃあこれかな。爆弾です。スキル頼らず行きたいね。前回やった時武器相当強かったんですって考えると、だいぶこれよりマシだったんでね。竜はまあまあまだ使わないでしょう。落ちて爆弾どうでしょう。いや、倒せない。だいぶ倒せないですね。ボス絶対無理だよこれだと。どっちがいいかな。射程かな。ダメージが欲しくてしょうがないんだけど、唯一なかったですね今ね多分。ナイス、お金、経験値かな。ホークアイ、ホークアイ、さあ来ましたね。まあまあまあこのくらいね、耐えれるっしょ。当たんないのかな。貫通、あ、HP プラス2。これでしょ、これ。
で、このプラス1、プラス2とかは、なんて言うんでしょうね。最大数が増えるんじゃなくて、なんかプラスでついてる感じだよね。さっきボス戦の時少なかったですけど。まあ、食らってみたらわかるかな。まあ、シンプルにね、7あれば助かりますけど、最大値が。最大値じゃないんじゃないかな。盾みたいな感じだと思うんですけど。まあ、前回1まで減ったんでありえるか。最大体力1まで減ったんでね。この盾信用できるかな。アタイさんの時に押すっていうのはなかなか難しいですけどね。ダメージダメージ。ダメージがないとやられちゃうよ。数か。1点に対してこれ別にあんのかな。なんかなくないですか。 いっぱいの敵には当たるけど、1体の敵ではないですよね。大群には相当強そうです。で、弾の数がね、この周りの紫のやつなんで、なんか空振ってる時は減らないから、その点がね、いい武器かなと思いますけど。それはめちゃくちゃあるわけじゃないね。だから、あれ万が一この数でも押せないのか。なかなか苦しいですね。さすがにダメージ欲しいよ。ごぼう製かな。ちょっと食い止めのごぼう製。こういうセット、こういうセット。食い止めて爆弾。おい、クソ、目の前に。なんてことだ。あいつだ。これさ、あ、でも当たるは当たるのか。なんか、さっきターゲットすらなかったと思うんですけど。倒せないよって意味なのかなって思ったけど、倒せんのかな。頑張ればいけるんですかね。なんかあいつは落としそうだよね。さあ、1回くらいダメージ上げないと。本当自利品というか。フレームワークダメージ、持続時間マイナス1。クリティカル、いやー、これで倒す、いや、きついよね。ダメージはないんですけど、上がってないですけどね。逆にここまで来てダメージさえ上がれば、なんかもうだいぶ強いと思うんで、逆にほぼ完成って捉え方もできるよね。ずっとこの辺にいるな。意図はしてないですけど別に。あ、でもこれはやっぱ最大なのかな。さっき暗い水かなんかね、最大が減ってたと思うんですけど、
もう回復出ないと意味ないですけどね。まあ今でもライフ増えれば回復するから勝手に。そこで実質最大回復というか。1なら多分できますよね。しこいダメージ。さすがにダメージ。貫通あるこの、これに。食範囲にしようかな。これ無理せずに取れるんじゃないの？うわ。集めろ集めろ。炎の方がダメージ絶対高いね。なんとか頑張ろう。これ一発でも何、ね、出てますからね。ここで結構やられてたんで逃げましょうか。もうだいぶ遠くまで行こう。爆弾め。めっちゃ飛んでくる。これ辛いとこですけど、なんとか。アイシプラス2ダメージないからいいかな別に。セットで置いてドンドン。よし、終わったね。この武器ダメージ上がらないのかな、もしかして。そんくらい出ないんですが、他のもこの炎のごぼう性上げようかな。それなら両方上がるパターンがいいよね。さっき持続時間減ってましたけど、この長ければ長いほどいいですからね。なんか来い、なんかダメージ。あー、これ縦のダメージ、難しいとこ来たな。ドンキ HP9 ダメージ5。行ってみるか。受け入れるダメージ、ぶつかればいいのかな。このままぶつかればいいんですね。で時間も伸びたから、まあ、ぶつかれなくはないかな。だから怖いね。行きますか。オラ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 と経験値が取りに行くときに使おう。何秒あるんだろう。一回測っとくか。12345 5秒くらい。ざっくりと。どんぶり5秒でいって、まあなんか突っ込むときに使おうかな。あんまり。とかまあ逃げるときでもいいか。死んでばかっちゃう。さあもうじきボス、あと23秒でした。ほらほら、おお、やばいやばい。なんか敵を通り抜けるわけじゃないんだね。ノックバックもしないから、いや詰まってなんならやりそうでしたけど危なかった。あれか、まずあれね。無敵じゃないんだな別に。速度キャッパーこっちでいいや。一応無敵になったのか。
無敵じゃないけど。ちょっと押すだけだね、やっぱり。敵によっては押せなさそうだったし。あ、炎強いね。10ダメ出てるよ。ドラゴンに行ける状態でしっかり進めていって、こう押し返す。割と使えるね、このスキルね。全体的にうまくいってると思いますね。あれ、ここじゃなかったっけ。もうちょいか。あー、来たわ。来なくてよかったんですけど。いや、もう大丈夫、さっきのからして大丈夫ですよ。よし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 。めっちゃ効いてる、めっちゃ効いてる。ドラゴン、じゃあこっちの時代よ。キャパシティが多い方がいいでしょう。はい、オリーなら言ってくれないと。まあそろそろかなと思ってましたけども。ナイス。お、やったんじゃないか。まだか。あ、ちょっと早かったね。バー、ちょっとやりきれなかった。まだいるよね。よし、あらかじめね。動きは分かってんのよ。やっぱ倒せない。倒せる気がしないですね。さらに、なんてことだ。打ち込まれてやられちゃうんだけど。でも終わったんだね、まだ。いや、終わってない。やっぱ体力減ってます。おお、倒したね。夜は明けた。とりあえず統計見てみるか。5になってますね。やっぱ減ってます。さあ、明らかな火力不足を感じましたね。当てても当てても敵が減らないというか。やばい。よし。逃げよう。まあ、これで楽でしょう。3ダメしか出ないから、攻撃が押すやつが35ダメあったんで、さすがに下がりすぎだよね。ゴブリン、ゴブリンが倒せないから。ゴブリンの奥にいるやつなんてもっと倒せない。
爆弾は一瞬でなくなってしまう。これで別に押せるわけではないと。いいね、ヒリヒリするね。大技ね、なんか大技、びっくりするぐらい大技ないから。増え続ける。爆弾も一瞬なんだよね。炎の陣しかもないかもしれないね、有効な一手が。減っているんだろうが、でも経験値が取れないもんね。ほら、いけいけいけ。さらに逃げろ。よし。なんかないのか。なんかないのかこれ。攻撃速度いっとくか。貫通、貫通。与えれる敵は増えてんのかな、貫通で。経験値が落ちないわけではないか。集めろ集めろ。おらおらおら、押し返せ。おら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 。よしよし、オッケーオッケーオッケー。互角ですね。お、ダメージ来た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 。5も来た、5も来た。もう倍でしょ、倍。変わったか。5になったのかな。5にもなってないですけど。上がって、あー、やばいやばいやばい。もうやられるよ、一瞬で。いや、もうそもそも生きてるのが奇跡みたいなもんですけど。ただ回復の可能性は全然ありますからね。あ、でもダメージの平均が上がったのかな。よしよしよし、立ち直った立ち直った。しっかりとね、諦めなければ。まあでもダメージこっから上がるはずなんで、出てなかっただけですね。いけ、ドラゴン。ドラゴンだから何って感じですけどね。ダメージのみ。あ、これ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 。あー、でも爆弾のダメージでもいいや。全然炎は下がっちゃうのかな、時間が。必ず2個。ナイスナイス。これも2個になってるのか。ロロロロロ、これ突っ込むのが一番出るかもしれないね、瞬間のダメージで言うと。いや、あれでも結構出てるけど敵死んでないですね。おらおらおら、うわー、やばい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 。死ぬ、絶対死ぬ、もうもう死ぬ。さあ、ボスが遠くなりましたね。